はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第138回でございます。で、今回テーマはね、塾選びのポイントで、プラスお願いが最後にちょっと付け足すんですけど、えっ、ー、と、まあメインは塾選びのポイントについて喋っていきます。で、えっ、ー、と、このテーマにする理由はですね、まあ、4月ね、入って、まあ進学した後、まあ、中学校高校に上がった方とか、まぁ、あ、新級のね、新しい学年になった方とかいて、 この時期って塾に新しく通い始める方がすごく多い時期なのね。まもちろんあと夏休みとかそういった時期もあるんですけど、まあその特に中学校上がった方とかが多いかな。まあ塾今から行き始めようってする方も多かったりするので結構質問いただくんですね。塾選びのポイントについて。なのでまあここでいっぱいあるんですけど本当は。まあ4項目、左下のオレンジのねとこ喋っていこうと思います。では早速行きましょう。ちょっとね、最近の なんか、目標というか、思っていることで、ダラダラ時の時間ちょっと短くしようと思ってね、<laughs> ほんとダラダラ喋りすぎてる気がするんで、ちょっと短くまとめて話していきますね。で、まず1個目ですね、ほにゃららは必ず受ける。これは、体験授業でございます。あの、ほとんどの塾さんがやってますね、体験授業。まあ、無料体験。もしくは、えっと、4回授業で、例えば1000円とか、ちょっと格安な授業。これはどちらでも構わないんですけど、ほぼ1回は無料で受けれるはずなので、 これは必ず受けてください。これの理由はですね、特に2番とちょっと関わるんですけど、それ先行っちゃいましょうか。2番は実績に流されすぎないっていうところなんですけど、例えば口コミとか実績ですよね。あの塾いいらしいわよとか、あの塾超楽しいよ、一緒に行こうよみたいな、ね。こういうさ、人の口コミとか、あとは進学実績ですね。どこどこ高校に何人、どこどこ大学に何人とか、学年でトップの方が何人いますとか。 いうのを書く。わ書きますよね。実績っていうのは。で、もちろん実績には大事なんです。めちゃくちゃ大事。ですけど、そこに流されちゃダメ。口コミもそうですね。なぜかっていうと、じゃあ、ある方にとってはすごくいいって思ったものでも、それがみんなにとっていいものである保証はさらさらないわけですよ。それはわからない。みんなの感性だから。で、特に塾っていうのは、もう先生がもう9割です。先生9割決まるから。 まあ先生の性格とかもあるけど、とにかく授業が分かりやすいかどうか、その先生の授業でやる気になるかどうかっていう。そこが全てなので、ひとまず体験授業。それがもうね、授業がベストだからさ。あ、ベストメインだから。だから、それを受けてもらって、必ず自分の感性で感じることが大事。自分にとっては分かりやすかったのかな。自分にとっては楽しかったのか。自分にとってはここで勉強したいと思うかどうか。それが必ず、すごく大事なことになるので、 体験授業っててのは必ず受けてくださいで、これであのー、もし保護者の方が、まあ、最初は一緒に面接行かれると思うんですけど行った時には体験授業の先生とその後指導していただく先生が同じかどうかを確認してくださいこれ違うパターンがすごく多いのででえー、っとわがまま聞く状態であれば、まあ、あのその後に指導していただく予定の先生、まあ、特に個別指導とかそうなんですけどに体験授業してもらう方がいいです これはですね、体験授業の先生めちゃくちゃわかりやすかったのに、実際授業してみたら違う先生でわかりにくいっていうことが往々に起こるので、塾っていうのは。その辺も確認してもらえたらいいかなと思います。で、まあ流されすぎないのさっき言ったように、まあ、実績ですね。まあ口コミっていうのもそうなんですけど、まあこれについては、もちろんね、実績がいい、まあ口コミがいいっていうのは、いい授業されてるんですよ。されてるんですけど、例えば実績があるからといって、自分がそこに行けるわけではないんですよ。 そ,うそれはもちろん当然分かってらっしゃると思うんですけどなのでどっちかというとちゃんと一番の方自分の体験して自分のこうなんだ感覚というかそっちを大事にしてくださいただそう流されないじゃなくて流されすぎないっていう表現にしたのは、えっと、多少は気にしてくださいもちろん実績があるっていうことはいい指導されてる証拠でもあるのででも例えばなんだろうな えと大手の塾さん、ネームバリューって言いますけど、まあ、大手の塾の名前だけで、やっぱり生徒って集まります。わりかしで。特にこれは日本はすごく起こりやすいらしいんですけど、えー、とみんなと同じものとか、有名なものっていうのにすごく安心感を抱き,や抱きやすいんですよ。なので、えっ、ー、と、ある、まあ、ネームバリューというか、そのね、CM をやってる塾さんとかだと、それだけで生徒が集まるので、やっぱりいい生徒というか、実績を作ってくれる生徒も集まるんですね、わりかし。 そうすると実績ができる。で、実績ができるから人が集まるっていいこう循環ができてるんですけど、いい循環ができてるからといって必ずしもいい指導をみんなにしてくれるわけではないので、だからそこまあ流されすぎないっていう。ただ、個人的な感覚ですけど、えっ、ー、と、個人塾、本当個人で独立して塾をされてる方の中で実績がものすごく毎年ちゃんとある塾っていうのは結構いい塾が多いです。 はい。これはもうリューに頼ってないっていうところもあるので。うん。まあ、これはあの、一つの感覚です。自分の中でね。で、三つ目。ほにゃららの数を聞こう。これは先生の数を聞いてみてください。これは集団塾、えっ、ー、と、個人、えー、と個別指導塾、どちらでもなんですけど、えー、自分は突っ込んでいいと思ってる。突っ込んで、あの、よくね、相談を受けた方には言うんですけど、えっ、ー、と、社員の方とアルバイトの方の数を聞いた方がいいです。 社員が何でアルバイト何人って教えてくれますから。これ濁した場合はあまり、うん、いい塾じゃないかなと俺は思ってしまうんですけど。で、よくですね、こう、社員の方にやってほしい。アルバイトの方、若い方が多いんで、アルバイトの方はちょっとっていう方が多いんですけど、えー、これも個人的ですよ。個人的にはその感覚はあまり持たなくていいと思ってます。で、塾講師をやってて、自分一応これでもあの、なんだっけな、ちょっとマネージャーみたいなポジションにいたので、 アルバイトの面接とかもしてましたし、社員の、こうなんだろう、教育とかもしてたんですけど、社員とアルバイト、比べたときに、社員の方がいい授業をしてくれるって保証は全然ないです。はい。例えば、アルバイトで採用して、ほんと学生ですよ。大学生の子採用して、1、2ヶ月経ったら、そこそこの社員よりいい授業する方なんて、子なんてたくさんいます。で、これはですね、やっぱり授業っていうのは、努力でうまくなるんですけど、 スタートラインのセンスはものすごく大事になります。やっぱりコミュニケーション能力とか、この生徒への導き方とか入り込み方、やっぱりすごいセンスがある子っていうのは、めちゃくちゃうまいです。ほんと、俺の授業なんかで全然手かったりしますもん。なので、アルバイトとか社員、年齢とかは特に気にせずに、えっと、あんまりこうな、先入観を持たずに、で、なんで先生の数を聞くかっていうと、まず一つは、ちゃんと教えてくれるかっていうところ。 そこを濁す方は、アルバイトに教育に自信がない方です。基本的には。アルバイト何人で、何人で社員でやってますって。で、アルバイトの子が授業メインですけど、いい授業してますからって堂々と言える方は、ちゃんとアルバイトの授業の教育ができてる方です。いい授業してくれます。そういう業は。基本的にはですけど。なので、数を聞いてみる。で、えっと、まあ、比率は別に決まってないんですけど、 うんまあ、ある程度社員の方が1人2人とか、まあ、23人いる塾だとこっちにも安心するなとあんまあ、最近少なくなりましたけどね社員1人にアルバイト何多い何だ何十人っていう塾がほとんどなんですけど、うん、でも社員がちょっと多かったりするとこうなんだろうマネジメントというかいざっていう時のフォローをやっぱりしてもらいやすいので、うんまあ、ちょっと多いといいなとは思うんですが、まあ、基本的には聞いてみてちゃんと教えてくれるかっていうのを 自分はね、結構、ふっかけるじゃないんですけどね。うん、やってみるといいかなとは思ってます。で、4番目、これね、あと、前どっかで喋ったと思うんですけど、これ、地味なことなんですが、トイレがきれいかどうかっていうのをよく確認してもらいます。だから、えー、体験授業行った時に、保護者の方も、えっ、ー、と、お子さんも、で、トイレ借りるといいと思うんですけど、まあ、どっちかというと保護者の方が見た方がいいかなと思うんですが、えー、これはですね、あのー、これ、 えと塾だけじゃなくて飲食店とかでも自分思ってることなんですけどやっぱりトイレっていうのはあまり掃除をしたくないですね基本的にはしたくないですけどでもものすごく大事なとこだと思うそういったしたくないなめんどくさいなってで別に掃除をある程度サボっても別に成り立つじゃないですかトイレなんてでもそういったとこまでちゃんと綺麗にしてるうんあの手をなんだう抜かずにそういった姿勢というかがやっぱ指導にもつながると思っていて あ、そういう細かいところまでフォローしてくださるんですねっていうところに実分は繋がると思ってるんですね。なので、一番顕著に現れるのはやっぱりトイレです、塾では。机の上が綺麗とか、ホワイトボードが綺麗。それは当たり前なのでそんな。それが汚かったらもうダメだと思います。そう。だからそれプラス、やっぱりトイレっていうところを見ていただけると、うん、個人的にはすごくいいのかなと思っております。はい。ということで、駆け足で喋ってきましたが、ひとまず以上4点ですね。 えっと、まあ、体験授業は必ず受ける。で、実績とか口コミに流されすぎない。で、先生の数を聞こうっていうところと、トイレは綺麗かどうかです。で、最初にも言いましたが、これだけじゃないです。ものすごくたくさんあるんですけど、ざっくり参考にする上では、ここが大事かなと思っております。で、体験授業に関してなんですが、えー、基本的にはですよ。基本的には、一回しか受けれないやつはしょうがないんですけど、 2回受けれるとか3回複数回受けれる時はよく保護者の方見てたいっていうねおっしゃる方多いんですけど自分は保護者の方がいない状況の体験授業をさせてあげるべきかなと思いますでなぜかっていうとこれはちょっと先生側の都合で申し訳ないんですが自分もそうですけど初めての授業の時いい授業をしたい悪い若いと分かりやすい授業をしたいっていう思いももちろんありますがどっちかというと子供との人間関係アイスブレイクですねこうなんだろう やっぱり、先生と生徒の人間関係を作った上で、授業をした方が、やっぱり必ず伝わりやすい、子供たちには。なので、ある程度、ブレイクに力を入れたいんですね。でも、保護者の方がいらっしゃる状態、特に中学生とかに上がった後だと、これ、すごくしにくくなります、ブレイクが。そう。なので、どちらかというと、まあ、もちろんね、 自分が見てちゃんとしっかり確認したいっていう方は、えっと、強制はしないんですが、体験授業に関しては、えっと、お子さんと先生だけで受けてもらって、で、えっと、ま、帰り、送迎の時でも構わないですし、お家帰ってからでも構わないんですが、えっと、お子さんとしっかり話をしてどうだったっていう。そう。で、この時にやっぱり、ちゃんとしっかり突っ込んであげること。こう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 みたいな。あんまり喋ってくれないかもしれないですけど、うん、どうだったっていうのと、どんな感じだったとか。で、子供にとって、 まあ、分かかりやすい、いいいいんじゃななっっっててて言みた大事なのはここで勉強したいって思ったかどうかが一番大事だと思うんですけどうんって思うようだったら、まあ、もちろん月謝との相談とかいろいろあるとは思うんですが、うん、通わせてあ、うん、げていいんじゃないかなと思っておりますはい <laughs> で最後お願いですねじゃあもう10分過ぎちゃったんだけど、えー、お願いがあってですねこれ2点なんですけどまず1点がえっ、ー、と前から話してるように、えー、こ今月末 か、えっと、5月の頭ぐらいなんですがえ、自分2人目の子供が生まれるんですね。で、ちょっとそれの、まあ、準備というか、いろいろちょっと今イレギュラーなことがたくさんあってですねと、動画がちょっと撮りにくいんです。今すごく勉強動画なんですけど。なので、この前も1日動画アップしない日とかがちょこちょこできてしまって、おそらく5月の中頃までちょっとこんな状態が続くと思います。あのー、今ね、数えの動画の続き撮り始めたんですが、じゃ 一応、ツイッターではちゃんと告知は、えっと、話をするんですけど、その、できない時とかは。あのー、なので、ダラタラジオがね、いつも日曜にこうやってアップしてるんですが、あれ、今日ダラタラジオないじゃんっていうことも起こるかもしれないです。なので、一応5月の中ぐらいまでかとは思うんですけども、少し、えっと、ペースが遅れるのをお許しいただけたらと思います。 で、もう一点がですね、参考書なんですけど、参考書を本当はね、その5月の頭ぐらいに出るはずだったんですが、この前、出版社の方から、えっ、ー、と、連絡が来まして、ちょっとね、こう、出版社の方で作ってるのペースが間に合わなくてですね、一応夏休み前に出版ちょっと伸びてしまいました。あの、一応中1中2の数学の参考書をね、出版する予定にはもうな決まってるんですけど、なので、 ちょっとね、待っていただいた方は申し訳ないんですが、夏休み前には出版できるようなので、お待ちいただけたらと思います。一応ね、この前中身、あのデータ送ってもらったんですけど、思った以上にちょっといい感じのそう参考書、自分が好きな感じの参考書になってたので、あの出版すごい楽しみにしてるんですけども、あのまた、あのなんだ具体的なタイトルとか、えー、と価格とか、発売日が決まったら、ダラダラジオとか、Twitter で連絡して、連絡というか、お伝えしますので、もしよかったら、そちらの方も確認してやってください。 では、長くなっちゃったけど、今回もね、えー、お聞きいただきありがとうございました。では、最後締めますかね。では、ハイチのダラダラ女第138回、塾選びのポイント、プラスお願いというテーマで喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、つまっちゃった。<laughs> 次回はですね、ちょっとまだテーマ決まってないんですが、一応、えーとね、ちゃんとアップできるように、ね、撮っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてやってください。 では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。